第4位、不気味なポータルがフロリダの空に出現。これもね、今月これ本当にやりたいんだよな。本当に良かった、これ会議でこれが通って、こちらですね、スケールが結構大きな怪現象です。あのね、空にね、大きなポータル、入り口、出入り口か、出入り口、穴みたいなのが出現した瞬間を捉えた映像であるって言うんだけども、もちろんですよ、真偽のほどはまだ分かっていません。で、これがですよ、どこに、この世と、まあこの世っていうのかな、地球と宇宙というかな、物質世界と精神世界をつなぐみたいな感じのニュアンスなのかなっていうようなことなんだけども、撮影者自身は天国への入り口というふうに形容しています。フロリダ州に住むタバラス・ブリンソンさんは、朝のドライブ中にふと空を見上げ、天国への扉にしか見えないものを見つけました。で、自分の目が信じられない、これですよ、これ天国の扉だろう、これすごいな。でね、これ音も今聞こえてるんだけども、そうそう、これこの手の映像を撮影してアップした本人が本名を明かすっていうのはなかなかちょっとないことだと思いませんか。で、そういうことだけども、まあこれもごく普通の、まあ、学者さんとか天文学者が見れば、説明はつくのかもしれないけども、極めて稀な稀有な現象であることは間違いないと思うんですよね。で、5月の初め、5月ずいぶんいろいろ起こってんな、いろいろ陽性は出るわ。建設現場での夜勤を終えて自宅に向かう途中、目撃撮影しました。で、このルーティーンですよ、通勤って言ったら、こんな光景、奇跡的な光景を目の当たりにしたら、これすごくいいですね。夜明けでなんかちょっと灰になってるし、ひょっとして神様っているんじゃないのなんていうな気になっちゃう。で、このブリンソンさんはすぐに道路脇に車を止めて、スマホですぐ動画を撮影しました。今いいですよね、 UFO が出てもネッシーが出ても、天国への扉が出てもすぐに撮れる、いい世の中と思います。これ全く穴ですよね、開いてますよね。のこの光の扉が開く瞬間、神様が降臨してくるかと思ったら、もう本当にそういう情景で、ブリンソンさんは割とスピ寄りの考えの持ち主だそうで、この不思議な光を見て何かが降りてきたようだったってこともう感じたんだよね。こう空気の圧とか温度とか、そういうの密度が変わったっていうふうにおっしゃっていて、私は神を信じてますし、これは宗教的な体験だったと信じています。こんな光景は今まで見たことがありません。あの光を見て私は自分が祝福されていることを実感したのです。 Blessed っていうふうに言っています。よっぽどね、あるんでしょうね。わーおっつってますね、これ見てると。で、ソーシャルメディアに投稿した動画、これ100万回以上の再生を記録しております。でね、やっぱスケプティクスって絶対必要、悪とまで言わないけども、絶対必要な人たちなんですよ。気持ち悪いから、一方だけだと。で、スペース X が約240キロ離れた場所でロケットを打ち上げたのと同じタイミングだったっていう事実があるんですね。実はバックストーリーとして。で、その事実を指摘して、これがそうだったんだよっていうふうに言ってんだけども、ただ240キロだから、っていうのが実際ブリンソンさんの感想。こういうようなありふれた可能性を否定して、ロケットの打ち上げは以前にも見たことがあるけれども、全く違いました。こんな光景じゃなかった。私が見た光景はまさに聖書の記述そのものだったのですっていうふうにおっしゃってます。非常に聖書の記述、今もうね、フロリダっていうのはバイブルベルトではないんだろうけども、やっぱり一生、まあそういう人たちはいるんでしょうね。で、ネット民の意見はこの件に限ってはスケプティクスよりもスピリチュアリルの人が多いっていう感じ。はい、そうそう、森山さん、天の扉開きもこういうふうに分かりやすく出現すれば物質化現象も納得しやすいのだが、おっしゃる通り。成田さん、それな、その通りだね。埼玉博さん、時空間に入った瞬間は見たから感じられると、信じられると。で、 UFO が時空間に入ったり他の位置を飛んでいたからこういうことになったんじゃないの、他にも出てこない、何も出てこないの。そう、森山さん、何も出てこないのがおかしいんだけども、何も出てこないところがこの話の肝だったり、これで神様出てきちゃったらそれハープだから、おそらくホログラムね、ということと思うんですけども、まあだんだんそういうことも多くなってんのかな。はい。で、こういうことで以上10位から4位までのランキングだったんですけども、後半はメンバーシップまたは無限寿クラブでお送りいたします。後半開始まで10分ぐらいの、ブレイクをいただきますが、これはつなぎっぱなしでやるんですね。つなぎっぱなしでおきますので、コメントの方どんどんお寄せください。スポットライト
なんですけども、今日はね、生まれ変わり、これちょっと不思議で、結構物質的な証拠というか、物理的な確証めいたものもあったりなんかして、それを背景情報と一緒に、プレゼンさせていただきます。トップ3は、そうだな、UFO 関連、UFO 関連が多いんだけども、明日も実は行くんですけども、UFO 議連の話が1位に持ってきておりますので、そんな感じでお楽しみにしていただければというふうに思っております。あ、すみません、高橋さん、高橋大田さん、スパチャありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。励みになります。はい。ということで10分のブレイク中もメンバーシップの方でライブ配信はオープンしておりますので、楽しくチャットでやり取りしましょうということで10分休憩をいただきます。チャットはオープンしております。はい、よろしくお願いします。